ようございます。カモンマテリアル。マテリアルの坂部五郎です。カムイの日浦です。よろしくお願いします。今日一人少ない。はい。はい2人でね、はい3人分、元気よくやっていきたいと思うんですが、はいまあ、ご覧になってお分かりのように、今日は、これ近鉄八尾駅の駅前に来ております。はい、寒いです。寒いです。バリバリ防寒してますめっちゃ寒い、めっちゃ寒いです今日もうなんか昨日から急になんかすごい寒気が来たとかで、はい雪降ってもおかしくなんか全国的に雪降ってるらしいですけど、はい大晦日はどうなってるんでしょうかよくわかんないですけど、ね、はい、はいなんで今日ここに来てるかというとですね、はい、はい、そうなんです。私の最新作4作目の、灯るというね、作品なんですけども、はい、がですねこの八尾でですね、八尾です、そうです、はい、オールロケさせていただいて、うん、撮らせていただいたということなので、はい、なんと今日はスタジオ飛び出しまして、はい、まあ大晦日特別企画ということで、いい天気ですね。いい天気なんですよ、うん、いい天気なんですけど寒いんですよ、はい、でその寒いですね、はい八尾のそのロケ地をね、はいはい、ちょっと巡ろうかという企画で、はい、参りました、はい、はい、ということで今日も一日ですね、八尾の皆さんにお世話になろうかと思ってるんですが、はいはい今からですね皆さんと一緒に、灯るの、ロケ地を、巡ってみたいと思います。いいす、ね、よろしくお願いしま す、はい、キュッ。はい、ということで、はい今ですね、駅の西側に移動してきました。はい、はい高架の横ですね。そうですね、まあ、こんな感じで、はいになっております、はい、はい、で、ここがですね、あのシーンでいうと、シーン2、はい2シーン2のところになりまして、あのパパ活をやった後、あの主人公のルナが相手とお別れするというところですね。はい、であの中華料理屋さんの中で当てて出てきてということなんですけど、ちなみにこのビルには中華料理屋さんはございません。はいはい。中は？そうですそうです。もうなんかもうそこだけです。で看板をね。でこの後、このままなんですけど、本当に位置関係的に言うとそのままなんですけど、はいこのままずっとあっちの角の方へ、まあそういう感じ、そういう感じ。じゃあもうそのまま歩きましょうか。結構あれですね、車通りとか人通り結構多いですね。そうなんですよ、そうなんですよ。だから割とね人止めをねしないように頑張ってたので、シーン の、 その撮れ高でいうとすごい少ないんだけど、はいはいはい、あのものすごい時間がかかったっていう感じですね。はいその後ですね、はいまあ、あのルナが、パパ活終わって、パパ活を進めてくれた友達の渚ちゃんとね、はい、2人でこう会話をするところなんですけど、それがまあここですね。あ、ここやったね。そうそう、後ろや。そうそう、あの そこに、ね、ちょっと座ってみて、ちょっと見て。そうそうそう、はい、そんな感じで、渚ちゃんがいたという感じの場所です。でここにあのルナがいました。はい、はい、で実際ねあのここは面白いんですけど、はい、あの位置関係そのまま使ってるんですよ。だから この位置からそのまま向こうへルナは歩く、はいはい、で、渚は、はいまあ、あっちへ消えていく。で、そこにあのあれですね、ハルト君、はい、でハルト君そこから、ルナが行くのを見ていた、はいはい、で、あっち行くルナを見ながら、メッセージを打つ。でもルナは消えてるみたいな、はい、そういう感じです。はい、はいはい、でこれねまたね順取りのようにうまいこといくんですけど、ここから2人が、出会う、はい、あの出会うというか、まああの映画の中で初めて一緒になるシーン あの公園の方へ、はい向かいたいと思います、はいはい、
の出入り口からルナが入ってきて、そう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 、でここにあの春田座って、そう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 、でルナが入ってきた、で、あの公園にコロッケが落ちてないと、でこういうこういうこういう位置関係ですね。で、あのまあもう先に行っちゃうとあれなんですけど、ここがクライマックスシーンで使ってたところですね。はい。そこにルナとハルトが座ってたと。そこそこそこですね。はい。座ってました。という感じですね。でこれがね、あのあれなんですよ。あそこあそこ。あそこで野球やってる少年たちがいて。はい。野球やってる少年たちにごめんちょっとあの用意スタート言ってからちょっと動き止めてもらっていい言ってて、であのオッケーとか言ってカットって言ったら動いていいからって言って、はいはいはい、はーいって言っててめっちゃいいコーラやお何撮ってんのみたいな、いや映画撮ってねごめんなって言ってでね、そこ、はい、あそこのベンチのとこに、はい、男の子が一人座ってて、うん、その男の子がスマホをこうやってかざしてんのね、はい、で、俺と目が合って何してんのって聞いたら撮ってますって言うからうん、撮ったらあかんねんでってあの、それ肖像権とか著作権法違反っていうことになるから、それを例えば SNS とかに上げたら、警察に捕まるからねって言って消しといてなって言って分かりましたって言ってメガネかけた賢そうな子やってちゃんとあの子供相手でもちゃんと俺は正しいことを教えてあげましたけどね、はい、撮ってたね、そう撮ってた撮ってた撮ってたそうなんですよ、はい、まあ、それがこの本町第二公園のね、はい、とこですね、はい、ということで、はい、今から、今度はもうこの俺ね、うん、あの言いましたっけ、あの俺あの何タイトル変えようかなと思ってんの、はいはい、途中でねそうあのその稽古やったりあの撮影やったりしてる間に、はい、なんか俺灯るじゃなくてなんかちょっとタイトル変えていいかなって何人かに相談しましたよね。でこの相談したそのタイトルの、ものを売っているところへ今から向かおうと思うんですけど、はい、はい、まあ、この辺はね、はい、あの撮影では使ってはないんですけど、あのなんか細かいところに入れると結構ありますよ、ね、ここはね、ここはね、昔のジャスコだったんです、まあまあイオンですからジャスコですよね。で僕も小さい時からもうこの近鉄八尾といえば、はい、八尾西武ができてからは西武のうちジャスコで、まあトポスがあるかみたいな感じで、まあトポスね、そうそうそう、いろいろなんか買い物をするのには八尾まで出た方がいいみたいな。ここが、何かというと、はい、この天満宮さんの角のところを、ルナが曲がってくる、はい、はい、からもうすぐイオンがあるすぐ近くのところを、ルナ曲がってくるみたいな風に、使ってます。
ということでこれ上皇ね、はい、この商店街の今日入っていくと上皇でしたという感じです。オッケーですか。はい、ということで、はい、ですね、ここが。世界ミートショップ、やってまいりました、ね、もう、はい、ある意味今日 の目玉に近いんじゃないかなと思うんですけど、はい、さっき僕言ってましたよね、はい、映画のタイトル変えたろうなと思ったと、うん、何かコロッケですお肉屋さんのコロッケってめっちゃうまいよね。うまいですね、うん、なんでなんていうぐらいうまいよね、うん、そうですね。でその、まあコロッケなんですけど、はい、実はこの人が買いに行くわけです。そうです、僕がコロッケ買いに行って買って食べました。そうそうそう、ルナ その主人公ヒロインのお父さんなんですけど、はい、 ね、うん、でそのお父さんが、まあ、ルナが喜ぶからって言ってここでいつもコロッケをね、はい、買って帰るという設定で、はい、そのコロッケを買うシーンをここで撮らせていただいたということですね、はい、ということでですね、もう朝から何も食べてないそうなので、そうですね、はい、まずはコロッケ で、はい、コロッケ食べれるということで行、はい、きたいと思いますすいません、コロッケを、2つですね、お願いします。難しいですね、コロッケ揚げるのって、ね、揚げすぎると破裂しますもんね、火の通り加減がね、さすが料理人なんで、ね、イタリアンシェフやった、ね、ほんまに難しい特になんかクリームコロッケとかね、ああそうやね、だいぶ難しいですね。結構静かですもんね、音が。あ、そうそうそう、なんかほら、なんか天ぷらとかってパチパチ言ったりとかするよね。ああ、ちょっと高温であれですよね。だから、火が通りにくいですよね。なるほど、なるほど、なるほど。180度ぐらいでじっくり火を通していく、そうですね、感じですか、シェフ。そうですね。はい、あ、一個ずつで、はい、あ、はい、すいません。ここでお金払います。はい。じゃあ、すみません、ありがとうございます。はい、ゲットです。はい。一応じゃあ受け取るだけ。はい。すみません、ありがとうございます。はい、もうコロッケです。ということで上がりましたので。熱々です。熱々です。めっちゃ熱々。まず、いただいていいですか。いただきます。はい、いただきます。うん。お、お。これね、実はね、音声の中尾さんにお願いして、うん、お坂部さんがね、食べて、うわっって、うわっって思わず出した、それにリバーブかけてもらってる中尾さんには、うん、そんなかけてもあんま意味ないですよ、めっちゃ言われてんけど、お願いですからかけてください、かけてもらって、うん、うん、これね、なんかじゃがいもの甘みがね、甘い、すごいくんのよ、うん、めっちゃ甘いですね、うん、うん、あ、うまっ、はい、すいません、どうもごちそうさまでした、ありがとうございます、めっちゃうまい、相変わらずうまいですね、ありがとうございます。で、今度2月 18日に、はい、オンジの、ね、チャキチェアンというところで、はい、実はね、この映画の上映をしますので、お渡ししますので、よかったらちょっと貼ってもらうのでしていただけると、はい、すごい嬉しいんで、はい、よろしくお願いします、はい、はい、ということで、はい、まあ、みんな一緒よね、はい、に向かってるんですけども、はい、どこに向かってるかというとカルダメさんという喫茶店なんですけど、はい、その前にですね、ここです、はい、こちらです。これがですね、四季さん、この店の中では一切鍋物屋さんなんか出てこないし、鍋物を食べるシーンもないんですけど、ここがね、鴨料理、一品料理、鍋物、四季ということなんですけど、はい、なぜか剣道って書かれてる張り紙が両脇にあるというちょっと謎なんですけど、はい、これどういうことかというと、実は、中華料理屋さんってね、はい、
なかったんですよ。いや、あるんですよ、いっぱい。でも僕がイメージするそのパパ活で使われるようななんかちょっと高級っぽい感じの中華料理屋さん、その個室が借りれるようなと思って言ったんですけど、なくて。で、実はこの、四季さんの、個室というか奥の部屋を個室的に使って、中華料理のお店にしたという、はい、装飾品とかまで買ってきて、つけましたんで、はい、なので、このお店で実は一番最初のシーン、ファーストシーンという形になりますね、はい、ついでにここでお披露目いただきました、はい、感じでした。はい、まあだからね、その思った通りに何でも揃えばいいんやけど、まあ、なかなかね、ないからね、やっぱり、まあ、全編ね、そう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 なんですよね、はい、他に行けばね、全然あるかもしれない、あるかもしれないんですけどね、まあ、ちょっとあえて、うん、あの八尾で全編撮ってみようという試みでやってみたんで、めっちゃボリューミー、こんな感じですね、すごいですね、なかなかボリューミーじゃないこれ、こういう感じ、こういう感じ、いかがでしたか。ハンバーガー、ハンバーガー、見た目通り
ボリューム肉ハンバーグは肉っすね完全にで、まあ、つなぎも少なくて、まあ、大きいミンチがギュッて固まった、まあ、ボリューミーさがあります食べ応えありますちょっと待ってごちそうさまでした肉もそうやけどあのレタスこんなに入ってるのってぐらいレタスしっかり入っててまあ何やろハンバーガーってねどうしてもね肉とあのバンズっていう感じなんですけどちゃんとサラダ要素もありましたよあのトマトも入ってましたで味のバランスはすごい良かったですねスパイシーなハンバーグに対してあのベーコンも塩味もあんねんけどチーズがまた全部まろやかにしようめっちゃめちゃ美味しいです、はい、ベーコンチーズバーガー、はい、超うまかったです黄色がありますねめっちゃ美味しい、はい、やっぱり焼きたらちょっとここ弱くなるそうっすね、はい、まあルナとナギサのシーンルナが座ってナギサが座ってっていう感じのシーンになりますけど、まああれですよね。一番重要なシーンというか、尺的にもまあまあ長いシーンなので、まあそこはこの場所で、そして一度まで、そうですね。どこ一度パフェがね、ずっと映ってあるんですけどね。あの一度パフェがですね、一度の季節しかないくらい。そう、今はもうないです。ただバーガー。これバーガーうまいさっき食ってましたけど、はいはい、めちゃくちゃうまいねえ、なんていうんですかねアメリカンの店だからこれもアメリカンにしなきゃいけないねすごいでも美味しかったし、うん、そうですでまあこちらですごい2日ぐらい撮影をさせていただいて前も含めてだいぶリバランしていただきました店内全部使って撮影させていただいて八尾駅から5分はい、5分ぐらいですね5分ぐらいまでやったら改札によるんですけど、まあ、中央じゃなくて北口改札、はい、の方から歩いて5分ぐらいで行けるはい、分かりやすいっちゃ分かりやすいですけどめちゃくちゃ分かりやすいですよ。ちょっとね、周りの道路が入り込んでるので、歩けるのもまっすぐです。そうです、ほぼまっすぐで来れます。はい、多分、なんか地図的なやつは、見せてると思いますけど、今からちゃんと言ってるんじゃないかなので、はい、曲がり方さえ間違えなければまっすぐに来れますので、ねはい、で、最悪、こう行ってこう行ったら分かりやすいので、こう行ってこう行ったら、駅があって、まっすぐ行って、ファミリーロードのところからこっちに行ってます。あはいはい、来れば、はい、全然大丈夫、東方向に行けばいいんですけど、近道が1個あって、北口の改札の方から出て、最初の角を真っ直ぐ行ったら、ちょうどこの辻に出てくる、はいはいはい、そんな感じなので、いいんじゃないかなと思いますけど、はい、そうです、はい、4分の1分は、どんな辻に、はい、ナイキストラックさん、店員さん、はい、そうです、そうです、ノベルパレ、はい、店員さんが、パフェを、パフェと好評そのシーンですね、はい、非常にそのヒロインにいろんな示唆を与える非常に重要なシーンを撮らせていただきました、ね、ちょっと見たらドラゴン映画祭の映画 のチラシを ねそう貼っていただいててでしかもなんと主演の桜若菜の最後まで貼っていただいてるっていうなんで今日桜若菜ついてるはい、割とね、僕、プロの人が来る場所で、ここにライブとかもやってるらしいですよね。あはい、なかなか面白い。広いですね。広いですよね。そうです。ね。でも、しかし、多分、今ですね、一人だけ来れなかったやつが、なんかちょっと、何かこう、何か言ってるんちゃうかなと思ってますね。はい。まあ、そうなんですね。ね、そうですね。僕らはコロッケも食べて、ハンバーガーまで食べて、
ちゃめちゃ美味しかったねってホッとしてる今ですね。多分スタジオで、お店で一人でいるやつがいるので、はい、どんな感じなんでちょっと聞いてみますかね。そうですね、はい、タイムちゃんどんな感じ振りました。バッテリーハリ通信です。お店の情報です。4日までは、定休日となっております。5日から通常営業となっておりますので、ぜひぜひ皆さんお越しください。そしてイベントです。78が、シジラ王子と無限の一歩新作になります。こちらの方が試写会、初めて一般の方に公開されますので、ぜひぜひお越しくださいませ。お時間が19時から、オープンで19時30分から始まりますので、値段は2000円となっております。なんかいつもやり取りしてるから一人でバーって喋るのがすごいうんってなりますね。はい、そして9日祝日です。成人式の日がカバの日です。カバの日、2回上映がございまして、15時と19時の2回の上映となります。お値段は1500円となっております。ぜひぜひ皆さんお越しください。第2月曜日はカバの日です。よろしくお願いします。そして13日金曜日から20日金曜日まで大橋貴之監督の桜になるが、上映されます。桜になると、あと短編があと2本ありまして、セットで1500円になりますので、ぜひホームページの方にもね、詳しいお時間の方は載っております。32回桜が流れますので、流しますので、お時間合うところにぜひぜひお越しください。そして21日がなんと急遽決まりました。川本隆弘監督の傘の下を上映させていただくことになりました。カバの、ね、監督さんなんですが、こちら19時30分から、開始いたしますので、ぜひぜひお越しください。そして21と28も、傘の下、同じ19時30分から、始まります。お願いいたします。そして23日ですね、月曜日のカバの日です。第4月曜日カバの日となっております。そして27日前にね、前回来ていただきましたラクダさんの音楽ライブがございます。こちら19時から始まりますので、ぜひお越しくださいませ。1月のスケジュールはこんな感じです。もっともっとね、詳しい内容に関しては、ホームページの方をご覧ください。おいしいもの食べてるんやろな、2人、羨ましいです。お土産待ってます。じゃあありがとうございます。終わり。はい、ということで、スタジオから帰ってきました。そしてこちらですね、2月18日のチラシをお渡ししたいと思います。じゃあまた、はい、本当に貼っていただいててありがとうございます。こんな感じでまたやりますので、はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、ということで来ました。やってまいりました。もうここがね、はい、あなたのメインディッシュですよね。そうですね、僕はまあこことさっきのね、はい、コロッケ屋さんとか、ね、そう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 、ね、そうなんですよ。で、もうここの撮影が一番厳しい撮影が多かったんですよ。屋上も使わせてもらって、はい、でこの前ですね、はい、前ですね、前ですね、駐車場、駐車場のところで、はい、まあ一応見てない人もいるので、うん、どんなシーンかは言わないですけど、そうですね、地べたに寝そべってました。はい、そうですね、しかも雨の中小雨がこう顔にかかってくんねんけど、まあまあ、そうですね、まあ、降ってましたね。中で、前の駐車場のところで、横たわるという ね、 そ う、 ですね、そういう撮影をやってたので、寝そべってました、ね、はいはい、あれはなかなか、もうあれもうほんまでもパンツビショビショですもんね。ビショビショ、全身ビショビショ。いやでもね、思って、うん、僕はあの時下着脱ぎました。あ、最初からね、撮影前に買い持っていってなかったので、はいはいはい、下着脱いで、はい、撮影に挑みました。すごい裏話です。はいはいはい、なんですけど、はい、まあなんでしょうね、すごいここのシーンは一番僕はあのこだわったところで、まあ外観をどう使うかっていうところもそうなんですし、はい、そうですし、あの屋上でのシーンもね、うん、もうあの本当にね、
この屋上でのシーン、特に大阪部さんのシーンは、うん、見たら息を飲むシーンになってるんで屋上の時はもうめちゃくちゃ晴れてましたね。晴れてましたね。ピーカンでした、ね、ピーカン、ピーカンなのに、地べたの時は、うん、降ってたから大変、ね、すごいね、すごいです ね、 ね、 ね、演出がすごい。いや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 、もうしょうがないもんね。だって本に書いてあるからそうせざるを得ないんですけど、はい、その本書いたの俺なんですけど階段使ってね、はい、階段登って、階段登ってね、はい、撮らせてもらったりしたので、はい、非常にいろんなシーンが出てきてる、はいはい、場所ですね、はい、そうまあ、気づくように一応演出はしてるはずなんですけど、うん、あの階段の一番上のところでね、はい、いないはずのお父さんがいるみたいなところもあったりするので、はい、まあ、まだ見てない方はいるっていうふうに思ってもらえるといいんじゃないかなと思いますけどね。実際に上立ってますもんね。はい。あん時もちょっと降ってたよね。ちょびっと、ちょっと、ちょっと降ってましたよ。ちょっと降ってました。うん、そうそう。なんせね、この撮影はもう雨との戦い、ね、でしたね、うん。はい。そうですね。そういう思い出いっぱいの、ここはもう山本コミュニティセンター、はい、ね、図書室っていうのが他も入ってる。はい、夕方になったら子供たちがやっぱり、うん、多いです ね、うん、来客が多いというか、ね、普段だいたいそうなんですよ、うん、大正湖とかね、うん、の文化センターとかもやってるんで、はい、いろんなそういうコミュニティの、そうそうそう、シルバーの方なんかが結構ね、はい、利用されてて多いです、ね、もうめちゃくちゃ出入りが激しい、激しいです、ね、はい、で ここはちょうどね、向こうが、はい、山の方とか、はい、鳥川というところなんですけど、あっちからヤン方向に向かう、うん、ちょうどこう街道筋なんですよ。あ、はいはい、だから朝方、朝とかもう自転車バンバン通るみたいな、駅が、ね、向こうだもんね。そうなんです、うん、なのでまあまあ、通りに人が多くて、そうですね、撮影がいちいち止まるみたいな場所でもあったんですけどね、まあ、その辺をクリアしながら、はい、なんとか完成にこぎつけましたみたいな、はい、思い出の場所ですね、はいはい、そんな場所でございました、はい、さあ、じゃあいよいよです、うん、いよいよです、いよいよ、はい、最後の、ロケ地に行きたいと思います、はい、行きますか、はい、まあ、映画を見た方にとってはね、すごい印象に残る場所じゃないかなとは思うんですけど、はい、行きたいと思います。よいしょ、はい、静止画なんですよ。で、ワイプで入れますけど、写真のね、写真なんですけど、これかわいそうなのか、一応これ何のために撮ったかというと、ヒロインが亡くなったお父さんとツーショットを、その、まあ、中継画面にしてると、はい、それが大切に、1年亡くなってから1年経ってもそれを忘れてないという、そういうカットのために、それだけのために、はい、わざわざ、外席からあるところまで来て、うん、でスーツ姿の写真撮ってね、はい、でラストシーンには一切参加してない、そう
そういうカットなんですけど、これがね、あの裏話ですが、ぶっちゃけ画面にしましたところが、なんでその待ち受け画面に書いてあるかというと、ハルト君がメッセージを飛んできた時にメッセージを届きましたと書いてますね。で、ピッて出て、で、振ってみた時にその、島田ハルトからメッセージっていうメッセージが、お坂部さんの顔がゲッて書いてて、顔が見えないって明確しというか顔隠しに完全になってて、全然映ってない人間が使われてるという、それのためだけに実は撮りに来たというね、そういうオチがありまして、駅から10分ぐらい、10分ぐらいですね、はい、まあまあ場所がどこかというのを特定してないですけどね、まあまあ歩いてここまで来てね、写真だけ撮って帰りましょうと帰ったと。ということで今日は、はい、現地巡りと、そうですね、いうことをやってきまして、まあ、一応ほとんどまだ河原だけ行ってないので、はい、河原以外は、はい、大体行った感じになるんですけど、はい、ぜひですね、映画灯る、はい、2月の18日に、八尾の、恩寺っていうね、はい、駅からちょっと行ったところにあります、登録有形文化財、チャキチアンというね古民家を使ったイベントスペースがありまして、そちらの方で、カバ&トモルの、上映プラス、トークショーという形で入ってますんでね、ぜひ皆さん、お越しいただきたいと思います。はい、はい、ということでですね、これで年内最後の、はい、番組と2022年そうなんですよ、もうすぐというか、まあ、もうこのね31、そうです、31ですから、はい、大晦日ですから、はい、もうすぐ、2023年が来るということになりますので、皆さん、今年は1年またよろしく、はい、ありがとうございました。はい、そして、来年も、令和5年、2023年も、よろしくお願いします。もう新年ね一発目からじゃないけど、結構ね大物、俳優が、インタビューで出演してくれますので、はい、まあ、それも皆さんね楽しみにお待ちいただいてたら嬉しいなと思います。はい、はい、ということで皆さん良いお年を。はい、さよなら、また来年。